主人、ソフィア、なんでそんなに眠そうなんですか？夜遅くまでアニメ見ながらジュース飲んでたんだよ。夜中一緒にジュース飲みながらアニメ見るのが私のご褒美なの。ご主人とソフィアが一緒になると健全ですね。ソフィアの性欲がないのが原因ですけど。とりあえず今日は一緒に観戦しに行くんですよね。いや、俺はやめておくよ。多分だけど、ろくな情報を得られないと思うし、逆に得られる程度なら多分どうにかなるよ。一応録画だけしておいてくれる、メリア。わかりました、お任せください。私は一応見ておこうかな、屋台もあるし。ソフィアはそっちがメインでしょ。あ、そうだ、昨日結局気を失ってて言いそびれたんだった。昨日大会終わりに地球防衛軍のバハートが俺に接触してきたんだ。バハート、なんで地球防衛軍がパトに接触してくるの？接点あったっけ？予選を見て直接接触を図ったってことですかね。でもトーナメント反対側だったはずですが。その時月下と一緒にいたんだけど、月下と接点があったんだよ。それと。それと真意はわからないけど、俺にすごく好意を持ってくれてたんだ。それでいろいろくっついてきて。モテますねご主人。だから昨日カナが微妙な顔してたんだね。それで、去り際に俺の方にキスしてくれたんだけど。先手必勝、侮れないね。ほほわー、微妙ですね。シンクロ率が高ければ覚醒する可能性ありそうですけど。いや、確かにそこも気がかりなんだけど、そこじゃないんだ。バハートが俺の方にキスをした時にオーブの気配を感じた。それ、本当ですか、ご主人。ああ、本当だ。だから探りを入れたい。肌に触れてオーブの気配を感じた。これってもしかして。取り込んでますね。多分、ご主人とのシンクロ率とオーブを体内で維持できるほどのポテンシャルがあれば可能といえば可能です。ですが生身の人間か、と感じるところはありますね。所詮人のみ一つのポテンシャルにはどうあがいても限度があります。もっと言うなら人のみだけで、中級神には絶対にたどり着けません。たどり着くためにはプラスアルファがいるんですよ。神や精霊の遺伝子、カゴ、契約、改造。そもそも一般人よりはるかに秀でているポテンシャルや特殊な血筋がなければ能力を持つことは不可能です。引き手なら神との契約で、能力と力を得て、一般人より秀でていますよね。つまりバハートはパトのオーブを取り込むレベルなんだから人と何かの末裔かもってこと。ですね、しかもかなり高いレベルで、何せ帝王信仰法1位のオーブを取り込むのですから。これはちょっと気になりますね。しかも女性でご主人に好意がある、可能性ありですよ。いや、専属神の話じゃなくて、オーブの方で検索をお願いするよ。正直今はことかの件で手一杯な上にメリアたちともおろそかになっている。今別に求めてない。月下の件もある。月下が専属神確定するまでは俺も増やさない。そうですか。ならそちらの方は私が独断で調べるとしましょう。どっちにしろかなに情報を渡したいですから。ああ、それならいいよ。ごめんね。メリアだって色々準備したいだろうに。メリアに準備はいらないでしょ。そもそもが完璧なんだから。私のことは大丈夫ですよ。しっかり考えていますから。ご主人は寝るの元で本戦に向けて準備していてください。優勝までの道のりは今まで以上に険しいですからね。ああ、わかった。二人も気をつけて行ってきてね。お土産ちゃんと買ってくるからね。大会公約に、つくよみ家の問題に、バハートさんのオーブ問題。あとは俺自身の問題。いろいろありすぎるだろ。まずは俺自身が強くならないとな。つくよみさんとの実力差ははっきり分かったし。勝負あり。多くの日本伝統の呪術を得得しているセルナ選手の勝利。この人の技の手としてはまさにブラックホール。消化の術、これだけで予選通過できたのは良かったわ。さすがセルナ、許容支配で100以上の技を持っているのに戦術はあくまで効率的。無駄がない、無茶をしない、乗ってほしい誘いに絶対に乗らない。戦ったらわかるけど本当に厄介。まあ、仕事も同じだからすっごく厄介だけど。大事なナリーグ通過者、ヘルナ、ミーゼ。さて、次は。よし、これがお前の初デビュー戦だ。しっかりやれよ、デイデ。わかったぜ、アニジェ。ラルフット家の名に傷をつけないようにマッスルを世界に広めてきマッスル。というかお前、第6部隊の名称で大会登録するなとあれほど言っただろ。アニジェ、俺は力王、デイデではなく力王としてワールドマッスルデビューする。マッスルコンテスト、プロレス、レスリング、総合格闘、あらゆる大会で名を残したマッスル。そしてこの WCBG、俺のマッスル像はアニジェでも止めることはできない。粘土ボサエ。年が離れた弟だからか、粘土ボサエ、かなり粘土ボサエ。行ってこい、絶対に油断するなよ。マッスル。これで、準備いいよ、ヒット。さあ、1年間の集大成だよ、カナネくん。ああ、霊夢たちやトラ、道影たち大勢の奴らが協力してくれたんだ。絶対に無駄にはしない。
そうだね、気を引き締めてね、全員格上だと思って。おう、行ってくる。ふう、カナメくん落ち着いてるみたいだったからよかったよ。本当彼女してるね、オオカネ、あの二人とは大違い。だから付き合ってる程度で手を出さないでくれるかな、泥棒猫お姉ちゃん。付き合ってるならいいでしょ、そもそもパパは嫌がってないわ。別に私だって嫌がってないわよ。むしろ大賛成。だけど専属神になるまではまだダメ。ありがとう。でもね、節度あるお付き合いまで制限されるのは心外だわ。そりゃするわよ。嫉妬するでしょ。確かにね。でも私だって嫉妬するのよ。何の話？あれ？仲良しなんだよ。でも心境複雑なんだよ。多分。オオカネは良かったね。カナメくんは一途で。そうだね。でも同居している子たちも可愛い子ばかりだから気は抜けないけどね。え、今他にも同居させてる子いるの？ダメよ、男はすぐ浮気するんだから。横にいる泥棒猫お姉ちゃんみたいに見えないところで浴場してるんだから。そう、見境ないインラン女みたいに言わないでくれる。1年前の節下は公開浴場女だったじゃない。好きなんだからいいじゃない。それに今はもう落ち着いたわよ。横の二人うるさい。まあでも1年前はあそこまで本音で言い合えなかったからいいんじゃないかな。節下姉も変なプライドはなくなってるし、節下姉も自分自身への劣等感がなくなってるし、すごく変わったよ、本当。ロカちゃんだってすごく大人になったよ。結構落ち着いたよね。まあ私ほどにもなればいろいろ経験してきてるからね。というか岡姉が一番変わったよね。もう中二病の面影がなくなったし、しっかりしてきたし。さあ、ではただいまから第18リーグの予選を開始します。始まるわね、オオカ。前回からどこまで強くなったか見ものね。大丈夫、私はカナメくんを信じてる。それだけで十分だよ。さあ、やろうか。地上になれ、冷徹であれ、戦場に恩情を持つな。相手は全員自身の命を狙う限りぞ。さあ、戦おう、果たす時だ。ああ、俺のマッスルが全身を巡ってる。俺はマッスルに包まれている。それは俺がマッスルに愛されているからだ。マッスル、ああ、マッスル、根っこの幸福感を世界の老若男女問わずに広めたい。つまりこれは世界にマッスルを広める俺の野望の第一歩、力王マッスルワールドのスタートなんだ。行くぞ、ノーマッスルども。ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。